イロー皆さんこんにちは、コルデーロとロステーとニアしょうもな大チャンネルです。ということで なんかこっちに手みたいなのを見えてるけど、これハンガーですから、気にせずに、動画の方を見てもらいたいと思うんですけども、現在、学校の昼休み中にこの動画を撮影しております。ちょさすがに昼飯抜いてでも撮らなきゃいけない動画がありましたんで、この時間を利用して、はい、超ビッグなニュースが今日僕が寝てる間に入ってきました。まあ多くの方寝てましたね。まあね、朝起きてマジでびっくりしたんですけど、一気に目が覚めたんですけど、あんなニュースが出たらもうね、例えばフェロンフェロンっていう泥酔状態だったとしても、はぁーだよ。おう、マジで。どういったニュースなのかと言いますとですね、お分かりいただいている通り、元横浜 DeNA ベイスターズ、ネフタリソト選手を獲得いたしました。以来の、右の長距離砲の獲得に千葉ロッテマリーンズ成功いたしました。今年一番いいニュースかな、ロッテとしては。なんかいろいろ言って本当すいませんでした。なんかロッテ全然ストーブリーグ参加してないけど大丈夫みたいな、補強しようぜ早くみたいな、そういうのも出してね、自由契約のね、ポランコ選手、ペルドモ選手が保留者名簿から外れたりしてね、どうするつもりだとかちょっとブチ切れたりしたんですけど、動画はなかったことにしてください。ということで、ネフタリソト選手を獲得いたしました。いやー、これ相当でかいと思いますよ。まずポイントとしては NPB から、外国人選手を取ってきたというところですね。元いたチームからロッテに来る外国人っていうのは、大抵活躍するんですよね。はい、見てみると、今年のポランコ選手のようにね、はい、昨年巨人で活躍していて、今年からロッテに来た、もう大活躍ですよ。昨年もね、ポランコ選手巨人で活躍してましたから、それぐらいのね、活躍は大いに期待していたんですけども、ホームラン王も取ってね、もうその期待以上の活躍をしてくれました。そして記憶に新しいのはやっぱレアード選手ですかね。そう、叫びすぎて喉乾いてる。お茶もうめえぜ。レアード選手ですね。2018年まで日本ファイターズでプレーをしていましたというところで、2019年から4年間。2020年なんかちょっと腰痛でね、結果は残せなかったですけども、チーム最多のホームランなんかもね、記録してくれましたし、そういった感じで、外国人、取ってきてるわけですけれども。いやー、このソト選手、もう一回40本期待していいですか？2018年、2019年、2年連続でのホームラン王。どっちかは、打点の方もね、タイトル取りまして、2冠っていう感じになったんですけど、そっからちょっとね、年齢を重ねてっていうところなんですかね、ちょっとホームラン数も少なくなってきたっていうところでですね、DeNA を離れて、この千葉ロッテマリーンズに来たと。で、今現在34歳ですかね、年齢的に言うと、レアード・マーティンがちょうど活躍していた時ぐらいの、年齢になりますかね。ってことはまだいけるよ。まだいけるよ、ソト選手。もっともっとホームラン、マリンで見せてほしいなと思います。はい。横浜スタジアムより、マリンスタジアムはラグーンというものがありますので。今年、そして去年なんかよりかは、ホームランね、増えるんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。というところでですね、もちろんこのソト選手の加入によって、めちゃくちゃいい補強。本当に優勝を争うチームから、本当に優勝できるチームになれるかもしれないっていうぐらいの、この補強なんですけども。その補強によって、ね、いろいろ問題点というか、ありましてですね。起用法なんですよ。はい。ソト選手を、どういうふうに起用していくかなんですよ。問題はね。もう一人、外国人の、野手というところで言うと、ポランコ選手がまだね、残留するのかしないのかっていうところがね、一個の問題ではありますけれども、どうなのかな、契約上うまくいってるのかっていうのはね、僕はわからないので、なんとも言えないんですけども、仮にね、ポランコ選手が残留した場合の話を今からします。ソト選手は、ファーストをね、守りますから、当然ね、ファーストの争いっていうのが、一人加わるという風になりますんで、そうなってくると、山口、安田あたりが、ちょっと危なくなってくるんじゃないのかなっていうのが、SNS で多々ありましたけれども、僕がね、一番危ないなと思ってるのは、翔吾さん。
翔吾選手がちょっと、危なくなってくるんじゃないか、もうレギュラーとしてちょっとうかうかしてられない状況になってきてるんじゃないかなと個人的にはね、思っております。まあ先日ニュースでありましたけれどもね、ロッテのコンバート問題、藤岡選手がセカンドに回って翔吾さんがサードにコンバート、そして安田選手がファーストコンバートっていうね、そういうニュースも入っておりましたけれども、まあ仮にそのコンバートを実際にやっていく場合だとね、まあファーストのポジションで言うとね、外選手、そして安田選手の争い、そして山口選手がまあ外野っていう感じにはなっていくと思うんですが、まあそうなってくるともう普通に考えれば安田選手がちょっと危ねえなっていう感じにはなるんですけど、安田選手を俺外すことはないと思ってるんですよね、個人的に。まあ欲を言うと、まあ、もうちょっとホームランが欲しいかなっていうね、希望はありますけれども、あの得点圏打率、チャンスに強いバッティング、あの勝負強さ、もうこれはね、相当な武器になってるとね、僕は思ってるんで、まあそうなってくるとやっぱ得点圏打率の面でも、まあちょっとした打率の面でもね、今年の成績を見るとちょっと翔吾選手、まあ、危ないんじゃないかなって思うところあります。安田選手もまあコンバートっていう話はありましたけどね、サードで全然、いけると思うんで、まあそうなってくると、翔吾選手、踏ん張りどころだなと、僕、大チャンネルは思っております。で、ポランコ選手が DH ね。まあ、ポランコ選手を外野で守らせて、外選手 DH っていうのも戦略としてあるっちゃあるんですけど、まあ、ポランコ選手の守備っていうところの問題点もありますし、まあ、外選手がどういうタイプなのかっていうところにもよりますね。まあ、ずっとセリーグでやっていましたから、まあ、DH もなかったりして、外選手ずっと守っていましたから、まあ、それに慣れてると思うんですよね。そうなってくると、やっぱレアード選手タイプというか、まあ、守備でしっかり自分でリズムを作って、それをバッティングで活かしていくっていうタイプの方が、まあ、いいんじゃないかなとは思うんで、ファースト外選手を主とすると安田選手サードに戻るのかな。まあここら辺は本当わからない。まあ今試している状況だと思うんで、まあ来年の2月とかのキャンプの情報を見てみないと全くわからない状況でありますんでね、そこのところはまあ来年の2月にね楽しみにしていきたいなと思うんですけど、俺ふと思ったのがね、コンバートしなくてもいいんじゃねえかっていう普通に。まあ、そうなってくると、ショートに藤岡選手でしょ、で、セカンドに翔吾選手でしょ、サード安田選手でしょ、で、ファーストに外選手、まあ、あるいは山口選手、友杉選手、どうなるんだ問題がまたね、出てきちゃう。もうわからない。もう、いくら予想しても予想がつきません、こればっかりは。まあ、でもこれはいいことですよ。争奪戦っていうところで、チームの底上げにも繋がっていくわけですから。まあ、そこのね、激戦区。ファースト激戦区。サード激戦区みたいな話はね、非常にいい情報なんじゃないかなと思います。そして、まあ、続いてね、ポランコ選手がもし残留できなかった場合、はい、ロッテを離れてしまう場合だとね、山口選手 DH の、外選手、ファーストの、サード安田選手、で、セカンドに藤岡選手、あれ、やっぱり翔吾さん危ないぞと。いう感じになってきちゃうんですよね。まあ、果たしてそれを、まあ、吉井監督だったりとか、まあ、福浦ヘッドコーチだったりとかが、まあ、どう判断するかにもよるんですけれども、現状、そして今年の成績を見る限りだと、まあ、僕はね、やっぱり中村翔吾選手、ちょっと危ないんじゃないかな。そして、踏ん張りどころ、そして、キャプテンの意地、今までレギュラーを守ってきた意地を、来シーズン、まあ、来シーズンどころじゃないな。もう今からでもね、キャンプインに向けて、頑張ってほしいなっていうところではありますね。そして外野問題もあるのか。まあ、仮に山口選手が外野に行ったとすると、これまた外野も激戦区だで。まあ、ちょっと荻野選手だったりとかがね、まあ、どこまで踏ん張れるか、まあ、年齢的なところもありますから。まあ、そうなってくるとやっぱ若手が頑張ってほしいですよね。山口選手もそうですし、藤原選手だったりとかも。それから、ま、現役ドラフトで取ってきた愛斗選手なんかもね、まあ、取ったからにはやっぱり使うとは思うんでね。まあ、そこのところも、ま、外選手の加入によって、外野もまた、ま、山口選手が外野に行く場合ですけれども、まあ、またまた、ライバルが一人増えた。そして、またまた激戦区になってきたっていうところでございます。まあ、何かともあれね、まあ、外選手の補強っていうのはやっぱり、優勝を目指していくために本当にいい補強になったんじゃないかなと思いますんで、外選手よくを言うとホームランを来年取ってほしいなと思います。それと、まあ、今ね優勝するために外選手の活躍は必要不可欠だみたいなことを言ったんですけど、2025マリーンズプロジェクトというものがありますね。ロッテには、はい、2025年までに上昇軍団になるんだという、それを実現するためには外選手だったりとか、まあ、まだ残留するか分かんないけど、ポランコ選手だったりとかに頼りっぱなしじゃ僕はダメだと思うんで。まあ、外選手がね、加入して、まあ、ファーストを守ると思いますけれども、ファーストコンバーするの安田選手かな？外選手からレギュラーを奪うんだ！奪ってみせたっていうのを、ちょっと僕見たいなとも思ってます。
はい、やっぱり日本人の、まあ、長距離砲だったりとかが覚醒するっていうことになると、やっぱ外選手だったりとかもおーってなったりとかしてね、それで安田選手が外選手からレギュラーを奪うっていうことになれば、これまた優勝に向けてというか、本当上昇軍団に向けての一歩だと思うんで、まあそこはね、上昇軍団を目指すチームというところで言えば、ぜひね、外選手からレギュラーを奪ってもらいたいというふうにも思ってます。まあとりあえず、来シーズンが楽しみです。あとは外選手の応援歌が楽しみです。どんな応援歌になるのか、とにかくいい補強のニュースが出ましたんで、まあ新加入になった外選手もそうですけど、このね、レギュラー争い、内野手争い、外野手争い、引き続き見届けていきましょう。ということで来シーズンもマリンズファイティング、 Welcome to 千葉ネプタリソート。